まあ俺に有利な企画ですね、これ。ご褒美みたいな企画なんで。はい、どうも、ギジョーチャンネルのクヨちゃんです。はい、大輝です。はい、ということで今回は、ルーレット企画の方、やっていきたいと思います。俺初めてやだね。大輝さんは、初参加ですね。それ、仕組みは何なの？仕組みはもう一度説明していきたいと思います。はい。5つの項目を、ルーレットを回して、まあそれに決めるみたいな感じなんですけど、1つ目が、乗り打ち。地元で。はい。2つ目が、勝ち飯。勝った方が飯をおごる。はいはい。三つ目が、倍買い。負けた方が、負けた額の倍の金額を買った方にあげるってこと？はい、そういう感じです。で、四つ目が、終始逆転。これが多分一番えげつないです。勝ち負け逆転すると。はい。で、五つ目が、視聴者プレゼント。自分たちの終始分、視聴者に何かしらをプレゼントする。負けたらどうなんすか、それ。まあ、負けたら、負けた金額分を合わせて、その金額分を視聴者にプレゼントするっていう。あ、勝っても負けてもプレゼント。はい。負けた時えげつなかね。10万負けしたら、10万円分プレゼントやけん、2人で20万負けるってこと。はい。えげつなかね。この5つの項目を、稼働し終わった後に、ルーレットを回して、決めるという形に。基本的にでも、勝っとる側が不利な条件じゃない、それ。ほとんどが、負けとる人の方が、利益は高いです。2人とも負けたらどうなん？2人とも負けても、ルーレットはしっかり回します。やばかね。ということで、まあ、今回はこういう風にルーレットでやっていこうかなと思ってるんですけど、今回の稼働はホールが別々なんですよね。で、その後集まってルーレットを回すという形でやっていこうかなと思います。乗り打ちだったら一緒にホール行くけど、はい、決まってないけん、とりあえず各々が稼働して中止報告してルーレットガーって。そうです、そうです。ガーってガーって。オッケーオッケーオッケー。で、どうします？お互い連絡を取って状況を把握するか、完全に情報を孤立させて稼働してみるか。いや、情報孤立やな。情報孤立がいい？だって味方が敵か分からんってことやろ。そうそう。無理。いや、無理。そういう信用できん人と俺ちょっと無理やわ。いや、これ乗り打ちになったら、うわ、あそこあったやんってなるわよ。いやいや、無理無理。無理無理。ということで、今回は大輝黒で実践していこうかなと思います。はい。それでは抽選の方行ってきます。行ってきます。はい、ということで抽選の方終わりました。抽選人数の方が約150人くらいかな。そんくらいいて、自分の抽選番号の方が19番。かなりいい番号引きました。今日設定狙いするんですけど、一応狙い台の方も軽く決めてます。まず1台目コードギアスで、その次に反逆、まあ、前回やらかしてるんですけど、今回は結構自信あるんで。で、3つ目がバイオか7つの滞在、まあ、一番取りたいのはやっぱりコードギアスなんで。いやね、マジ前回反逆でもやらかしとるし、最近本当に引きがやばい。もう今回引き腐ってもいいけん、マジ積もりたい。もう積もれてないし、引き終わっとるけんが、もう YouTube としてマジでやばい。こいつ何しよってやって思うやろ。俺も何しよってやって思うけん。だけん今回はそういうのを払拭できればと思ってます。今から入場して頑張っていきたいと思います。今回は結構自信あるけん、マジで積もりたい。それじゃ行ってきます。はい、今10時15分です。もう入場の方が終わって、押さえた台がイニシャル D と、今日ね、結構ね、イニシャル D 実践あるんですよね。まあ、狙った理由なんですけど、近くの店舗で、イニシャル D 結構ね、設定入るお店があって、今日そこが特定日なんですよ。今日ね、対抗してきて、イニシャル D ワンチャン入るかなと思って、イニシャル D を狙ってます。で、まあ一応押さえてるんですけど、入るなら多分5か6なんですよ。4とかは使わないんで、5、6のどっちかだと思うんで、しっかりね、判別していきたいと思います。初めてルーレット企画やるんですけど、まあ俺に有利な企画ですよね、これ。ご褒美みたいな企画なんで、まあその辺も保険かけて、今日は大丈夫かなと思ってます。まあね、勝てば問題ないんで、で、負けても、終始逆転っていう項目がね、最高の項目があるんで、そこに保険かけていこうかなと思います。じゃあ、とりあえず1台目、イニシャルで行っていきます。頑張ります。逃げない。
開いて決めた。レジェンドチャレンジ。はい、今時間が12時です。イニシャル D は今続行中ですね。まあ調子も良くてプラス1000枚ぐらいかな。もう投資も全然100枚ぐらいしか使わんで、でまあ1000枚ちょっとぐらい今プラスなんで、この調子でやっていこうかなと思います。でイニシャル D なんですけど、 CZ の入りが結構えぐいですね。あのドリフト目引いて小役引けばもうすぐ今のところ CZ が入ってるんで、まあなかなか悪くないかなと思ってます。ただね、CZ のね、種類がね、ちょっと一番下のスピードスターばっか選ばれてて、なかなかさせないんですよね。まあその辺も踏まえたら、ちょっとまだわかんないかなっていう感じなんですけど、全然打つ価値はあると思うんで、しっかり判別していこうかなと思います。全然ね、5、6の可能性もまだ残ってるんで、で、確定画面がね、出れば最高なんですけど、今のところちょっと終了画面とトロフィーは出てないんで、いろんな推測要素を踏まえながら、ちょっと判別していこうかなと思います。でですね、今昼の12時なんで、ちょっとご飯も食べながら徹底推測していこうかなと思います。じゃあこの調子で頑張ります。行ってきます。
はい、今ちょっとね店舗移動の方してます。まあイニシャル D ね悪くなかったんですけどね、撮影してからのその後の展開がねかなり渋くなって、まあちょっとね5、6厳しいかなっていう感じになったんでやめました。今からですね店舗移動の方して、まあハイエナの方にリカバリーという形で頑張ろうかなと思います。風強いな。まあ最近ね結構ね 6.5 号機とかハイエナ熱いんで、まあ 6.5 号機打てればなと思ってます。まあ個人的にはやっぱイニア社、オニム社、アクエリオン、その辺が結構主流で動いてるんで、まあその辺をハイエナとかできればなと思います。別店舗の方に行こうかなと思います。行ってきます。今現在時刻が15時ということで観客の方やめてきました。またやらかしたわ。まず、まあ、一応特定箇所2部位置まで絞ったんですよ。朝一コードギアスの方行けなくて、でその次の反逆行ったんですけど2分の1まで絞ってて入ってたのがもう片方でした。いやもう設定狙いって難しいな本当に。マジでガチやばいわ。一応反逆も、ツインパのカチカチくんです。自分が打ってた反逆ボーナスが11の3でチャンスで CZ が30の4、ボイスががっつりきつい寄りと、まあ、一応自分なりに根拠あったんである程度粘ってたんですけど、もう片方の方から六角が出てさすがに厳しいかなと思ってやめました。どうぞコメントで下手くそでも何でも言ってください。もうメンタルやられすぎてやばいです。今現在の収支が約マイナス1万円、まあ、一応自分が朝一狙いつけた台は結構当たってるんですよね、まあ、反逆にしかり、まあ、コードギアスの特定箇所もかなり良さそう、なんならコードギアス全体ありそうな雰囲気まである。でバイオ一回直撃したっていう話も聞いてるんでまだ怪しいかなって。
で7つの滞在も絶対に下じゃね、下の動きしてないんで、まあ、っていう感じで、まあ、ある程度狙い台は当たってるんで、まあ、もしできるなら後積も狙い、まあ、プラスちょっと今はハイエナの方をしようかなと思ってます。なんでこんな積もれんし負けてやろうな。しょうがない、ちょっと気持ち切り替えて頑張ってプラスにしていきたいと思います。では着きます。合体。生産中です。はい、お疲れ様です。今現在時刻が18時過ぎ。一応ハイエナ2台してて、デビル、ガロ、一応2台をハイエナしました。まあ、少し何打とうかなって考えたんですけど、まあ、7つの滞在、多分下じゃないってやつが空いたんで、7つの滞在を少し打っていきたいかなと思ってます。これも下じゃないってだけで、まあ、上やったとしても4とか可能性全然あるんで、6ってなんか350かな、3周聞こえないみたいな話をよく聞くんで、だからまず6じゃないのかなと、まあ、4、5やったらありえるけど、4やったら具合悪かよねって、それならぶっちゃけ何も打たん方がマシじゃないって思うんですけど、まあぶっちゃけると尺がないかもしれん。大輝さんの気持ちよう分かったわ。毎回やばか、俺尺ないわって言ってたっすもんね。その気持ちが今になって分かりました。まあ、7つの滞在少し打っていきたいかなと思います。
ここでガツンとまくれば、まあ、もしルーレットで乗り打ちとかやったらね、負け額を少しでも減らせるかなと思ってるんで、とりあえず7つの大罪を少し足しなんで打ちたいと思います。それではいってきます。はい、実戦終了。お疲れ様でした。お疲れ様です。タコ待ち、久々にタコ待ちしました。じゃあ俺から行こうかな。数字発表、はい、これから答えたいと思います。はい、今日はですね、投資の方が150枚で回収が2392枚です。トータル2242枚プラス。久々に買った。マジで。まあ朝からイニシャル D 設定狙いして、はい、で、ダメでアクエリオンと新オニムシャ入れなして、はい、まさかのアクエリオン2400枚と。やばいや、マジエンペラータイム入っとった今日。いや、マジ楽しかった今日。なんか負けてそうな顔したんで終始あります。はい、はい、今日は朝から反逆の方設定狙いして、で、その後ファイナーの方をしました。はい、合計収支の方がマイナス2万9000円です。お疲れした。とりあえず乗り打ちと収支逆転のあれだけ消そうか。いや、ダメっすよ。いや、乗り打ちと収支逆転は、うん、やめとこう。ええー、公平にっす。いや、勝ち飯良くない。いや、俺も無難に乗り打ちか勝ち飯。いや、乗り打ちはない。ないない。いいやん別に。乗り打ちか勝ち飯でさ、平穏に行ってもいいやん。いや、乗り打ちは平穏じゃないけど。いや、いつも負けだったやん。俺カバーしとった時もあっけん。まあいいや。とりあえずもう回そう。頼むよマジで。今日俺買っとったやけん。でも二人とも平穏な勝ち飯やけん。このまま飯行けばいいだけやけん。まあ飯か視聴者プレゼントのどっちかやね。あ、そうね。じゃあ行きまーす。はい。はい。あ、やばい。どれがいいかわからん。やばい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 。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。え？嘘やろ？こっちやろ？バイバイやろ今の。いや、おかしいおかしい。ちょっと待って。今見して見して。いや、バイバイやったら今。いや、おかしかてこれ。いや、これバイバイやろこれ。終始逆転やったっすね。嘘やろマジで。マジで言っとる。くっそ申し訳ないわ。いや、ちょっと、俺も喜んでいいテンションかわからんもんね。あー。いや、ちょっと気まずいわ、さすがに。俺、前回も、負けとってからさ。え、そんなことある？え、マジ？いや、俺も、めちゃくちゃ、いや、もうしゃあないよ。これしゃあない。やばくないこれ。この、見たこれ。この客やばいわ。でも見えんけど、マジ汗かいとるもんね、めちゃくちゃ。いや、俺が一番汗かいとって。俺が一番汗かいとっとって。こんなことしとったら友達おらんぐらいあるよ。マジで。今7万3000持ってない。持ってない。うん。あとで下ろすけ。あとで下ろしていい。あ、ちょうだい。何も下ろすけ。はい、ということで、今回は、ルーレットが終始逆転ということになりまして、自分が4万4000プラスで、大輝さんがマイナス2万9000っていう形になりました。まあ、ルーレットって言えば、まあ、しょうがないけど、まあ、ちょっとルールは、もしかしたら変える可能性はあります。いや、もう変えんよ、絶対。ポップやったわ、そりゃ。いや、絶対変えんよ、これは。これは変えません。俺がタコ負けした時に終止逆転かまします。俺がタコ負けした時にルーレットでまくる。マジでまくり方が違うもんね。はい、ということで今回の実戦は終了となります。タコ勝ちしたはずなんですけど、タコ負けした大輝さんから一言お願いします。はい、今日はこんな結果で、結局俺が負けるようになってます。 YouTube やり始めてからもう負け続けです。もう勝った時でも負けるようになってます。あれ、俺にね、ちょっと同情して、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。どうかチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今回の企画は以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ATM 行こうか。